はい、みさん、こんにちは。中の人ゲーミング、中の人 A です。今回はね、1km 先まで照射できるライトが登場した件ということで、まあ、今回はね、オーライト社のウェポンライト、オーディンターボのね、紹介なんですが、まあ、どんなライトなのかとか、まあ、どういう使い方ができるのかとか、まあ、そういうところをね、今回この動画で見ていきたいなというふうに思います。で、まずざっくりね、このオーディンターボが、まあ、どんなライトなのかっていうのを、まあ、ざっくり言うと、まあ、要は LEP ライトですね。LED ライトじゃなくて LEP ライトとか、まあ、プラズマライトっていうふうに呼ばれている、その新しい部類のもので、まあ、性質的にはね、そのレーザーとライトのその中間みたいな、まあ、そういう性質で、まあ、このオーディンターボもね、レーザーとして言うと、クラス1のレーザーということになり、まあ、レーザーでもあり、まあ、ライトでもあるという、まあ、そんな感じなんですが、まあ、ライトとして見ると、じゃあどれぐらい明るいのかと言いますと、そのこのオーディンターボのそのルーメン数ですね、要はその走ってる光の総量自体は、330ルーメンとね、まあ、比較的少ない、部類に入るんですけど、まあ、その光の指向性っていうのが、まあ、非常に強くて、まあ、照射できる距離が、1050m と、まあ、非常に長いという、まあ、そんな感じになってます。で、まあ、1050m とね、まあ、非常に長いので、まあ、エアガンはね、まあ、もちろんのこと、その大抵の実銃の射程よりも、まあ、遠くまでね、照射できるので、まあ、離れていても、まあ、しっかりね、ターゲットを照らすことができますし、まあ、近い距離だったら、そのレーザーサイトみたいにね、このライト自体を向けて狙うこともできるという、まあ、そんな感じになってます。で、まあ、そこら辺がね、概要かなというふうに思うんですが、光の色とかですね、まあ、オーディンターボの、この光の色としては、まあ、黄色い感じの色で、まあ、そんなに真っ白で、そのいかにも照り返しすら眩しいみたいな、まあ、そういう感じの色ではないんですけど、その光の指向性というか、そのカンデラの値ですね、要はその方向にどれぐらい光が飛んでいくかっていうその値は、まあ、ものすごく高いので、まあ、やっぱりその光を直視するとね、まあ、すごく眩しいですし、まあ、その説明書にもね、直視するなと、まあ、人の目に直接光を当てるな、で、そして、まあ、目に入った場合、まあ、一時的に失明したりとか、まあ、後遺症が残ることがあるっていうふうに書かれているので、まあそうですね、まあ直接見ない方がいいですし、そのサバゲーとかですね、サバゲーでそのルーメン数がレギュレーション的にね、まあ問題なくても、要はそのサバゲー行きました、レギュレーションの説明があります、でそれでまあライトはねこれぐらいのルーメン数でお願いしますって話になった時に、まあ330ルーメンってまあ結構少ないので、まあ多分大丈夫だと思うんですね、ルーメン的にはね。ルーメン的には大丈夫だと思うんですけど、やっぱりそのね、まあ人の目に入ると有害なものをね、こう当てる機会があるっていうのはまあどうなのかって話になるので、まあ貸し切りとかね、まあそういう例外を除いて、まあ普通にサバゲーで使ったら、まあトラブルになるんじゃないかなっていう、まあそんな気はします。で、まあそんな感じなんですが、あとウェポンライトなのでもちろん銃に取り付けられるわけですが、その接続とかね、まあインストールに関しては、商品自体は、まあピカテニーレールにね、対応で、まあピカテニーにね、六角レンチで取り付けるタイプになってます。で、あとはその M ロックにね、直付けできるアダプターもあるんですが、そいつは別売りで、まあ一応存在するって、まあそんな感じですかね。で、あとはですね、普通のウェポンライトと違って、オーライト社のね、ウェポンライトはリモートのスイッチもね、標準で付いているので、まあいちいちそのこのウェポンライト、オーディンターボ買ってリモートのスイッチ買わなくても、もうこのオーディンターボ買うだけで、もう買ってすぐにウェポンライトとして取り付けて、まあ使うことができるよという、まあそんな感じです。で、まあここら辺までがね、まあなんだろうな、運用の話というかね、まあ概要というか、まあそういう部分かなというふうに思うんですが、スペック的にね、その数字で見ると、じゃあこのオーディンターボってどんな感じのライトかというふうに言いますと、まずもともと一応オーディンというね、普通のウェポンライトがあるので、まあそれと比較でいきたいなというふうに思うんですが、まずそのサイズ感的には、オリジナルのね、その元々のオーディンよりも若干でかく若干重くなってて、オーディンは長さが 136.5mm で、まあ大体13センチですかね、13センチぐらいで、まあ重さが電池込みで 216g なんですけど、このオーディンターボは155mm で、まあ、重量が 249g なので、まあ、本当に若干ですけど、まあ、20mm ぐらい、まあ、2、3センチ、まあ、でかくなってて、まあ、30g ぐらい、重くなってるというふうに、本当に若干ですけど、まあ、長く重くなっていて、で、そして、まあ、発する光の総量ですね、発する光の総量、ルーメン数的には、まあ、元々のオーディンは最大で2000ルーメンで、このオーディンターボは330ルーメンなので、まあ、約6倍のね、差があるわけなんですけど、そのカンデラの値ですね、その要は照射強度ですね、照射強度的には、まあ、オーディンターボの圧勝で、まあ、元々のオーディンは、2万2500カンデラ、まあ
という値なんですけど、まあ、このオーディンターボは、27万5625カンデラという、まあ、そういう感じで、まあ、10倍ぐらい、うん、まあ、10倍以上のね、まあ、差があるので、まあ、非常に大きい、まあ、なんていうのかな、照射強度の差が激しいという、まあ、そういうことですね。で、そして、まあ、照射強度に差があるから、このカンデラの差が照射距離の差ですね。まあ、オーディンの300メートルの照射距離と、まあ、このオーディンターボの1050メートル、まあ、3倍ちょいのね、まあ、差になってるという、まあ、そんな感じになってます。で、まあ、他のね、部分ですね、防水とか、まあ、対衝撃のスペックにはね差がないので、まあ、本当にそのオーディンをベースに、まあ、少し大型化して、その光の指向性っていうのをまあ大幅に向上させたという、まあ、そんな感じなんですけど、まあ、本当にですね、まあ、このビームはまあすごくくっきりしたね、光の筋になりますし、まあ本当になんていうんですかね、まあ日陰眼で見えるところはもう何でもしっかり照らせるので、まあこの LEP ライトというかね、まあこのオーディンターボね、まあすごいなという、まあそんな感じになってます。はい、というわけでね、今回のね、オーディンターボいかがだったでしょうか。この動画ね、まあほーんっていう風に思っていただけたらね、まあぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。では次の動画でお会いしましょう。以上、中の人ゲーミング、中の人 A でした。